皆さんこんにちは、しおりみちゃんねのしほとゆみです。はい、ということで今回ですね、今回は夏休みの宿題についてですね、話していきたいと思います。はい、宿題、夏休みといったらしおりですよね。まあ、夏休み今年はね、今日から実は夏休みで、はい、今日が8月1日です。そうです。何日まで休みですか？17です。16。え、16？ 17だよ。17まで。りみちゃん17学校行っても誰もいないよ。そうだよ。一人で学校行ってらっしゃい。なんか月曜日までっていう中途半端な。そうなんです、火曜日行くんですよ。ね、なんでだろう。18だよ、18。じゃあ18学校、17まで。はい。はい、ということで今年は2週間しか休みがないから、宿題も多分例年通りには出てないのかなと思うんですけど。そう、2週間しかないのにこんなに分厚いとは思うのか。そうだよね、なんかちゃんとしおりあるんだっていう、まず第一の感想、1人ページぐらいしかないと思ってたのに。うん、ね、意味ない。春休みもだって2週間じゃん。うんうんうん、そう考えるとすごい多いなと思いました。りみちゃん、じゃあまずりみちゃんからいきますか。でね、この表紙に書いてあるこのなんていうの、生活の目当てみたいな。そうですね、目標、目標を書くところがあるんですよ。はい、でこれりみちゃんのね、見えるかな、めっちゃ色塗ったんじゃん。りみちゃんめっちゃ派手派手になってるね。でこのね、4つの項目があって、生活、学習、運動、あと資格で空白があるんですよ。これ、ね、ここは自分で決めて OK らしい。りみは生活って書いてある。生活卒業なの、頑張れ。生活卒業なんだ、頑張れ。なんて書いてあるの。私お手伝いって書いた。あ、お手伝い、うん、そう、なんか生活って書いてあるんだけど、うん、内容お手伝い。あ、そうなの。ね、これりみちゃんね、この目標みんな見て読めるかな。もうほんとなんか自分にはちょっと甘いんじゃないのっていう感じの内容なんですよ、この生活が。ね、りみさん見てください、このお手伝いなんですけど、お手伝いを週に2回するですよ、皆さん。2週間しか休んでないのに。待って大丈夫、どうした、あ、吹いちゃった。大丈夫、週に2回行ってるけど。衝撃、しおちゃんも衝撃受けたでしょ。しんちゃん毎日お手伝いっていうか、普通はさ1日1回お手伝いするとかじゃん、せめて2週間に、あ、じゃあ週に2回ですよ、皆さん。ありえませんよね、少なすぎ。これ先生に言われなかった？言われなかった。本当自分でちょっと甘いんじゃないかなという。あと先生にダメ出し食らったのがこの生活、もう一個の生活です。10時には寝て、9時ぐらいに起きると。先生に遅いって言われたそうです。しかもぐらいですよ、うん。10時に起きてもぐらいに入りますよ。そう。だから、自分に甘々なんです、本当に。に。ね。お友達にも遅いんじゃないって言われたんでしょ？遅くない？そうだよね。それ、どれ誰が見てもちょっとこれ3年生にしては遅いよね。10時に寝て9時に起きる。まあ、リミはその生活なんです。そう。でもこういう時だけリミはね、強いんだよね。私そんなとこに強くなれないんですよ。私この生活なんで。ね、まあ、であとは学習は普通に1時間するで、運動は家で4月5月にしたマット運動をする。何回でも決まってる。これさ、布団の上でゴロゴロするやつだ。そうだよね。あの自粛中にやってたやつでしょ。あれそうだよ、家でゴロゴロじゃないよ。布団とかに布団敷いてもらってマット運動とか言ってもゴロゴロしてるので、白ゴロがこうやって一緒にねゴロゴロ回るの。いいじゃん、もう本当自分にちょっと甘々な目標っていうか目当てなんじゃないですか、ね。いや、覚えてないのによくこれが出てきたね。4月5月のマット運動がするって絶対覚えてるでしょ。あれいいと思ったでしょ。てかさ、もうちょっとさ、運動もさ、外に出て縄跳びとかさ。だって実際しないじゃんそれ。しおちゃんはじゃあ5年生になるとお姉さんの回答はどんなのなんですか。生活が10時に寝て7時に起きる、うん、かっこ夏休み満喫って書きました。あー、一応10、まあ5年生だから10時ぐらいじゃない、ね、あのね、5年生は8時間寝れば OK なの。ほんとさ、11時、12時、1時、2時、3時、4時、5時、6時、7時、はい、9時間寝てました。1時間プラスでよっしゃーったんですよ。なるほど。1時間プラスしました。9時間寝ます。はい、それで5時間、9時間、9、9じゃないよ、8か。いいんだよ、9でやってる。で、学習が毎日1時間以上勉強する、うん、間違いですね。はい、はい、5年生は50分やれば OK なんですけど、10分プラスしました。できる効果、できるアピール、すればいいだけ。はい、はい、で運動が毎日腹筋30回。おお、もうすでにやってるという噂が。はい、やってます私。でも一向に鍛えられてないんでしょ。なんでだろうね。なんか私向いてないもん。もう痩せれないか。もう痩せられないつみたい私。どうなの？それも困ったね。でお手伝いっていう項目、うん、空白のところにお手伝い入れて、うん、毎日お手伝いをする。おお、素晴らしい。週に2回の人とは大違いですね。ゆみちゃん、いなくなれ、いなくなれ、何よ、いなくなれ、宿題、宿題、いなくなれ。次じゃあ夏休みの宿題は、とりあえずなんかさ、1個必ずやら選んでやらなきゃいけないのがあるんでしょ、うん、そうなんですよ、全員がやる宿題。まず一行日記、うん、毎日の出来事を一行日記に書きましょうっていうやつです。はい、でまず次で、うん、音読と読書。うん、音読は教科書でも本でも良いです。自学カードに書きましょう。はい、書きます。
で、三つ目が生活カレンダー。おぉ。で、一行日記と何が違うのかっていうと、うん、歯磨きとか、早寝、早起き、朝ごはんを20丸丸三角で書かないといけないんですよ。まあ、面倒って思うじゃないですか。それはね、夏休み毎回やってるのね。そう、慣れました。うん、で、次に選んで取り組むもの。はい。読書感想文。はい。科学工夫作品。科学論文。図画作品。あ、間違えました。図画工作。標語作文ということで。はい。これの中から一つ選んで必ずやらなきゃいけないんだね。私は4年間ずっと科学工夫作品もやってきたので、うん、5年生も科学工夫作品をやりたいと思います。はいはい、こんな感じだね。そうですね。あと下に自学にチャレンジ、うん、この自学がほぼ大部分の宿題を決めて、自分でどれだけ自学をできるか。そう、まあ、最低1ページ以上っていうふうに聞いてますけど。そんなん言われてない。リミ言われた。リミちゃんが言われてたね。最低1ページ以上。なんで、本当だ、自学って書いてある。そうで、りみちゃんの方が一行日記と生活カレンダーと自学、そう、これでなんか最低1ページ以上だね。で、読書と音読と一つ以上って書いてあるけど1個だけでいいんだ。うん、1個だけでいいんだ。以上はね、そうそうそう、うん、いいんだよ。で、5もあって、オクラの観察もりみちゃんはやらなきゃいけない。うわ、頑張っ。オクラできてたね、もうね。できた。そうなの、うん、実がなってた。それ観察ね、しなきゃね。お友達が家来た時も食べていいんじゃないね、言ってたけどね。もうちょっとなんかでもした方がいい。私とりみで宿題違うんだね。違うんだ。顔そう。そうなの。うん、だって私さ、別にさ、全員がやる宿題のところに自学入ってないわけ。ああ、じゃあ別に自分に任せるってことなんだ。そうだよ、4年生にも。でも自学は見せてもらうからちゃんとやってきて。ああ、じゃああれだね、もう学校からはあまりやらないけど自分でやってくださいと。そういうことだよ。なるほど。3年生は書かないと分かんないと。分かんないと。分かんないんだよ。2学年違うとだいぶね。ほんと、私オクラの観察もないし面倒よね、観察。はい、ということで今回はね、夏休みに入り宿題をね語っていました。はい、はい、ということで、みんなも宿題あるのかな。皆さんも一緒に宿題頑張りましょう。学生の時ですね、宿題って本当に、ね。まあ、今年の夏休みはね、今まで通りにはいかず、いろいろね、遊びに行ったりとか、夏休みだからこそできること、いろいろね、お友達とめっちゃ遊んだりとか。今年ね、本当にね、お祭り行きたかったもん。そうだ、ね、去年とかお祭り何回か行ってたじゃん。お祭りで虫にご飯食べられるよ。だからその、お祭り行きたすぎてさ、たまらない。ね、去年はね、浴衣着てお祭り行ったり、いろいろね、花火大会行ったり、花火見たお祭り家族で行ったり、うん、海行ったり、うんね、プール行ったりしてたけど、うんうん、映画も行ったしね、仕事も行ったね。今年はね、やっぱりね、怖いからね、コロナさんが。コロナさんね。ね、だからやっぱり周りもやっぱりみんな警戒してるし、こうなんだろう、うちもね、もちろん危機感を持ってるから、どこにもこう、行くにも躊躇するよね。どっか行こうか、でもなーってなるし、もしかしたら嫌だしなとかさ。ね、つまんない夏休みだけどね、それなりに過ごすしかないね、せっかくの。つまんない。リミはでもお出かけしたくないんでしょ、あんまり。ほら、じゃあいいんじゃん。大都合じゃん。都合いいってことでしょ。前お出かけ好きだったんだけどね。最近はもうゲームにハマりすぎて、家でのんびりした方がいいな。太るよー。そうだよな。顔が大きくなって、ついにはデカパンマンって言われるよー。自分で。これ痩せた。痩せてないよ。ドル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 。はい、ということで、それでは、バイバーイ。クズタイムCEOでございます。映ってる？映ってない。